ち上げ戦だの NBA についてこのコメント来てた方に答えます。いただきます。ゼオワールドビュー始まるよ。日本のサブカルチャーとトラップビートをここまで合わせられるのかというのが私、イエス。本当にこのコメントはね、秀逸だと思いますね。ああまあね、嬉しいわ、マジで。さすが俺の弓島さんを闇に葬っただけあるな。葬ってねえよ、別に。ワンチャンダスくなりそうなこのコンセプトで、こんな格好よく日本語でラップできるのマジすごい。神奈川レッグの一人、上野さんの匂いを少しするのがまたいいと思う。そう、ダサかっこいいね。ダサかっこいい。そうそうそう。ワンチャンダサくなりそうだな。もうちょっとかっこくない。サービスさんフレーバーしますか。このファニーな感じが受け継いじゃってる、もしかして。東映特撮感がすごい。ちゃんとフィルム感のある映像にしてるのもグッドだし、オープニングを意識した本当などのこだわりを感じる。確かに。マジで最高。よく見てるじゃないですか。何回も見ちゃったら、これもしかして。まあ、これは監督のメッサー、カメラマンの神井さんが、ただただ天才です。ただただ天才でした。変にヤンキーごっこしてる MV より最高にアート、新しい。ありがとう。これはなんかもうそういうなんか道端で撮るそういうストリート系な作品よりかはやっぱもうなんかコンセプトがあるよね。最高にアート、新しい。分かってるじゃん。同世代だからこそ555の変身音クソ刺さるんだけど、電車やばいっす。あれは実はね、サンタのお願いで入れました。これ先生やばいんですけど、実際この間出したのは俺だ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 。天秤が揺れるゼニアとの歪み、悪即ザルガトツ食らわすネズミ、ここ斎藤はじめのリリックとして完璧すぎ、こいつは分かってるん。まずこの歌詞は、ルローニケンシンの斎藤はじめですね、悪即ザル、新選組の鬼と呼ばれています。悪即ザ、これもね、先輩ものだしね、悪を即切る、悪即ザね、で、ガトツ、ガトツ、ゼロシかっこよすぎ、助けて、倒れたから、助けて、死んじゃう。面白い。助けてあげますよ。電話して。普通に見てるこっちが恥ずかしくなるからやめてほしい。お前見なければいい。普通に見なくていいです。お疲れっす。もうほんと恥ずかしい。日本のヒップホップも終わりやな。てかこれはヒップホップとは言えない。言葉遊びでしかない。90年代から退化してない。あ、退化しかしてない。そうかな。だいたいヒップホップって何。ヒップホップってのは本当はヒップホップはニューヨークで生まれた DJ、MC、ダンス、ブレイクダンス、スプレーペイントとかそういうなんかみんなで楽しもうよっていうそういうカルチャーが生まれたんで、そういうものだと思ってるから、俺らは別にね、普通にヒップホップな感じでやってると思うしね。終わってるのお前ちゃん。4歳の息子がシーシーでハマってますわ。うえー、動画ちょうだい。見て癒されたいです。これが本当にやりたい音楽だな。無理しないな。おー、やりたい音楽だったよ。やってみたかったよ。見たかった。俺何でもやりたがりだからさ。そうやってみちゃいました。これ以上年取ってこんな感じじゃなくて、エロくていい女とか言ってたらちょっと本当エロくていいおじさんになっちゃうから。違うか。昔ヒップホップ聞いててまた引き返してる30代です。昭和レトロ全開の MV に乗るラップが斬新で、日本クリエイティビティが炸裂した素晴らしい曲だと思います。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。イエス、嬉しいね。
ありがとうございます。まあ、これが日本のヒップホップのレベルよりダサい、レベルよ、それダサいって言われるよ。うん、まあそれは一つの意見ですよね。まあこれで終わりじゃないですよ。え、注目を集めてがやばいの出すんで、期待しとけ。認めない。俺はこんなの絶対認めないからな。俺の闇さん、闇島さんを返す。うん、闇。闇の曲が聞きたいわけね。ちょっと、じゃあ、しょうもない、ちょっと待ってて、もうちょっと待ってて、絶対出るからさ。闇島さんはもうすでにいます。全然どこも行ってないです。そこも考えてますね。もう4手先読んでる。もう4手先読んで4段になってる。